フラワー占いチャンネルです。今日はキムタクと伊藤英明さんが信長の、お祭りに、出たということで、お二人の相性なんかも占っていきたいと思います。お二人のじゃあ空房からいきたいと思います。キムタクは土の絵猿を日中に持つトラウ空房の人になります。で、伊藤英明さんはカノトミを日中に持つサルトリ空房のウドシ生まれですので、スター星になります。スーパースター、カリスマ性、大物で、ビッグなそういう人になります。で、トラウ空房とサルトリ空房、サルトリ空房の伊藤さんとトラウ空房のキムタク、同じグループです。現実的で緩くて天然のグループ、仕事というよりも趣味だったりとか家族を大事にする、そういうグループになります。なので、この同じグループですから価値観が近くて非常に相性が良くなります。そして、同じサルトリ同士とかトラウ同士よりも、よりなんか夫婦的な、性格が正反対な部分もありますので、夫婦的な相性になります。現実ゆるグループの基本的な考え方は、自身の安心した生活、家族や自身の心地よさのためなら夢や仕事、恋愛を二の次にできる人ということになります。では主水名でキムタクから、以前工藤静香さんと の相性のページでも言ってありますけど、改めてちょっとやってみたいと思います。こういう名式なんですけど、冬の年の冬の月に生まれた山の人ですから、でここ全部水になってますね。水気を含んだ鐘ですけど、水になってて、もう大水です。非常に寒い寒い名式の中の大きい山、冬山になります。で、この社会のところにカノトの宝石が一つだけありますので、一つしかない宝石の方がありがたいわけです。二つや三つじゃら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 と偽物の宝石があるよりも、たった一つだけ社会に輝く宝石ということはイケメンになります。そしてそれが召喚になってます。召喚というのも美男子になりますので、もう本当に究極の美男子だということ。そして、召喚というのは俳優の星でもあります。俳優で、そして、十二運を見ていくと、体と舌と病になってますので、若い頃20代までは非常に体ですからやんちゃだったってこと、子供っぽかったところが、本質的には舌を持ってますので、ザ芸能人のようなちょっと秘密めいたところもあると。そして病持ってます。これ、奥さんの柱ってことなの、奥さんがちょっと宇宙人っぽいみたいな、そういうつかみどころのない人っていう感じになります。そして若い頃はこのエロスのネウマウドリの透過札がありますので、若い頃はセクシーだったってこと。そしてモテモテというのがですね、土の絵から見て看護が水の塔になります。看護一つと仮看護、水の絵の仮看護がこことこことこことわーっとありますので、もうモテてモテて、それが財になってます。財というのは男性にとって女性になりますので、もうお金からもモテるし、仕事からもモテるし、女性からもモテて、モテてモテて本当に大変だなっていう、そういう人になります。そしてこの方の、大運ですけれども、今現在2020年から日の絵の立つが来ています。この方にとって、水気の多い人にとって、日の絵が来たと思って、太陽が来たと思ったんですけど、ここが看護、カノトと看護してしまって水になって、水の絵になってしまいます。また大きな水たまりになります。そしてこの立つというのも水気含んでますので、また豪水になります。そしてそうするとまた財が増えて、財というのは仕事ということもありますので、仕事が増えて、もう自分自身のことは忘れて、周りに合わせて、社会に合わせて仕事するぞと、お金稼ぐぞというか、本人にその気がなくても、もうそういうふうにお金に埋もれた、ザックザックと、ありすぎてできすぎてしまって、そういう時期になります。そして2022年の今年が水の絵、また水
そして11月の6日今日ですけれども、カノエの犬の介護、そして6日水の絵、水の問いの昔でいう介護、介護2つ並んでますので、なんかその、行列、あの戦国武将の格好されて、あのなんかね、練り歩いたっていうのはすごく納得のいく日だったなっていう感じです。そして全部で水が 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10 と10個なってしまってました。もう本当に、まあ、お役目で動かれたのかなっていう感じです。そしてじゃあ伊藤秀明さんですけども、サルトリ空母のスター星の方で、この方は目立つところは陰陽の陰になってます。男性は陽と言われてるんですけど、陰ですので、まあちょっと控えめで、まあ女みたいな男っていうことになります。そしてこの方は夏の8月3日のもう真夏に生まれた、あの葉っぱの月の上下葉っぱの、ごめんなさい、葉っぱの年の夏ですから、もうカラカラです。ここも夏で、唯一ここに水気があります。これは社会運になってますので、仕事運が丸ということなので、もう基本的にはもう真夏のカラカラの熱い男ですから、もう熱い男になります。情熱的で、そして、まあ、デリケートというのはカノトミの日中を持ってます。カノトミプラス、カノトミというのはサルトリ空母なんですけど、カノトミのサルトリ空母の人というのは非常にデリケートな人です。繊細な感じですね。そして12運で見ていくと、舌と水と死になってますので、まあ舌がザ・芸能人、若い頃はもう芸能人芸能人してギラギラ、そしてあの年末踊りの10日札もこの方20歳までに出てますので、若い頃は本当にエロスだ、セクシーで、ね、芸能人っぽかったんだけど、今はちょっともう基本的におっさんの水が入ってますので、そういう感じ。そしてまあ死がありますので、口下手な面もある。でサルトリ空母というのは口下手ですから、あとはまあカラカラで、で、そういうことになります。で今の、12人ですけれども、2014年から土のとウーがなり、まあ、これエロスがまた来ていて、で2024年からが土の絵虎になります。この土の絵がこの大事な水気と看護して火に変わりますので、ここはちょっと要注意になります。看護して天仙地中になります。この土木がここと天仙地中、そしてプラスカラカラになった挙句に空房期をこの10年迎えますけれども、これプラスあとカラカラな年がもう、来年再来年もうものすごいのが来ますので、この方は本当にこの10年これからの10年は要注意になります。なのでペースダウンされたりとか、まあ、マイペースに仲のいいこういうお友達とそういう行動を取るという風な雰囲気にするといいと思います。そして大運が2034年からはこの方のもう喉から手が出るほど欲しい水運が30年来ますので、まあ、なんとかここまではペースダウンをおすすめします。そしてですね、お二人の相性ですけれども、空母同士の相性が二重丸になります。そしてこのカラカラの男性と、もう水気をたっぷり含んだ大水の彼ですから、もう20丸。そして、まあ、仲間、仕事仲間だってことで20丸。全然知らない、たまにたまたま会ったような他人じゃないですので、心を打ち解きやすいので、まあ、なので、もうオール100点ということで相性がいいんですけれども、で、サルトリ空母の人の基本的な性質、伊藤秀明さんですけれども、空気が読めない人が多い、身内乗りで優しい人が多いんですけれども、17歳ぐらいのキャピキャピソワソワしたタイプになります。で優しいんだけど表現ベタです。なのでちょっと何をしても嫌われるタイプになります。ノリが軽くて、ただ家族愛が 深い人が多い、で郷土愛がですね、が深い人が多いのがサルトリ空母になります。まあ、身内が身内乗りだっていう感じです。そしてキムタクのトラウ空母ですけれども、ド M で天然50代ぐらいの人間の年齢で言うと50代ぐらいの人です。お役目で生きる人になります。マイホームパパの星、人に合わせるタイプ、自身は我慢するタイプになります。何も言わないタイプになります。
これ、空気を読みすぎちゃって逆に何も言えないっていう、そういうような人が多いのがトラウグモです。ただ怒らすと、我慢して我慢して爆発すると非常に怖いのがトラウグモです。でいじめに遭いやすいというのもトラウグモになります。なのでこの2人というのは同じグループですし、なんとなくこの繊細だったり優しい感じが似ていて、それでいてまあ、ノリの軽い彼、情熱的な彼とちょっと腰の重い彼のキムタクのこのトラウグモとってことで、なんか夫婦のような相性で、まあ一人だったらなかなか難しいんですけど、このお二人が合わさると非常にこう前進力みたいなのが勇気みたいなのが出てくると思うので、今回のことは非常に良かったなって、大フィーバーになって、私も応募したんですけど、もちろん落ちましたけれども、また次回あればぜひ行きたいなっていうぐらいの、はい、感じです。本日は以上になります。よろしければグッドボタンとチャンネル登録お願いいたします。ありがとうございました。フラワー占いチャンネルでした。